ヒロトです。ということで今回は好きな人にしか取らないたった一つの行動を紹介します。で、これどれだけ隠してても無駄です。無意識のうちにやってしまうので自分の癖みたいなものです。癖も人から指摘されるまで自分でやっていることに気づきませんよね。そんな無意識レベルの行動になってきます。さらにすごいのが、これ自分で相手のことを好きって自覚してなくても深層心理で相手のことが好きであれば無意識でやってしまうことがあるほどです。なので相手があなたのことを好きって自覚する前にあなたの方が先に相手の行為に気づいてしまうこともあるかもしれません。そしてさらに面白いのが、これやったことすら覚えられないので振り返ってみて相手がやってたということにあなたが気づいたとしても相手はそれにも気づきません。なので好きな人がこの動画を見ていても大丈夫です。で、これかなり信憑性が高くて、動物って求愛行動があるんですけど、これは人間の求愛行動の一つとも言われています。そしてこれは交渉テクニックでもかなり有効なものとして有名なものです。なのでぜひこれを知って好きな人があなたのことを好きかどうかを見抜いてしまってください。では早速その行動が何かを話していくんですけど、まずこの行動を誘発するためには条件があります。その条件がある程度近づいた距離でかつ相手の正面に座るかもしくは立つ、これが条件です。机を挟んで向かいに座るとかは大丈夫なので、例えばご飯デートに誘ってみて向かいに相手が座っていればこれを確かめることができます。もし相手があなたのことを好きであればその行動をしてくれます。で、ここまで言われても、いやまだちょっと正直その行動が本当なのかどうかちょっと分かんないです、なんでお前が知ってんだよっていう人もいると思うので、なぜその行動が好きな人に対してする行動だと言えるのか、その理由を今から話していきます。で、これまず3つの気持ちの時にしがちな行動だって言われています。で、その気持ちが何なのかっていうと、まず相手に対して好意を持っていること、そして2つ目が相手に対して信頼していること、そして3つ目が相手に対して身を委ねてないとこの行動はしません。なのでこれかなり好きな人に対しての気持ちと一致してくるんですよ。で、さらにこの条件が整った相手に対して言いたいことがあるけど言えない、そんな状態の時についついやってしまう行動になってます。これ好きな人に対しても同じ状況が起きますよね。自分の好きっていう気持ちを伝えたいけど伝えたら嫌われてしまうかもしれない、警戒されてしまうかもしれない、だからこの気持ちはうちに秘めておこう、この感情と同じなんです。で、人間って、表現の自由っていう言葉があるように、自分の思ったことを言えると心がスッキリするし、逆にそれを言えないことってすごい精神的な苦痛を感じます、ストレスに感じるんです。けど言ったらさらにマイナスを被るかもしれないことで渋々言わないという選択をみんな取ってるんですよ。だから好きな人に対して好きって伝えないことって意外とストレスに感じてるので、そのストレスによって負のエネルギーによって思わずその好きな人に対してしかしないような行動を取ってるんです。で、ここまで聞いたら、あ、そんな行動があるんだったらそれは好きな人に対してしかしないだろうなってことが分かっていただいたと思います。じゃあその行動何なのか、それはズバリ手を首の後ろで組んで体を反る、これです。これ好きな人の前でしかやんないんですよ。まず人って警戒してる時には手を前に持ってきたり腕を組んだりするのの全く逆バージョンなので、相手に身を委ねている状態になります。で、さらに自分の体の線をアピールしたような格好になるので、無意識レベルで相手に対して自分の魅力を伝えたいという時にこういう行動を思わず取ってしまうんです。で、これを聞いて、いやいやただ背伸びしたかっただけでしょ、いや俺背伸びしたい時に体伸ばしたい時にやるよっていう人いると思うんですけど、体伸ばすだけだったら別にこれでもいいですし、これでもいいですし、別にこれでもいいわけですよ。でもいろんな伸ばし方がある中でわざわざこれを選ぶのは、自分では自覚がなくても相手に対して好意を持っている、そして深層心理では好きという気持ちがあるからこその行為なんです。ぜひ振り返ってみて、好きな人があなたの目の前でこういった行動をしていればかなり高確率で脈ありの可能性があります。で、ぶっちゃけ今日の内容をこれを見抜けるか見抜けないかよりも大事なことを伝えたくてこの動画を作ってます。で、それが何かっていうと、こういった一つ脈あり行動を知っておくだけで相手の行動に意識が目が行きがちじゃないですか。いつ自分の目の前で頭の後ろに手を組んで体を反らすのかなって思って相手の行動に目を向けるようになりますよね。で、そうすると意外と相手がテンションが上がってる時の行動だったり、逆に慣れてる時の行動だったり、嘘をついてる時の行動など、いろんな行動が目につくようになります。で、それによって結果的に脈あり行動をしていなくても相手の行動から気持ちが分かるようになり、その気持ちに合った行動をすることができて、結果的に脈あり行動を作ることができます。だって相手がどれだけ感情を隠してても行動でその気持ちが現れていたら、どういう言葉をかけたらいいか、どういう会話に興味があるか全部分かっちゃうじゃないですか。だから脈あり行動をするかどうかを見つつも行動に目を向けることで相手の気持ちが分かることがなるっていうのがすごく重要なことなんです。これを意識してるかしてないかは本当にちょっとした差かもしれません。でも
もこのちょっとの差を日々積み重ねていくと、長い目で見た時には大きな差になります。で、今後もこういったちょっとの意識の違いで大きな差が生まれるような恋愛テクニックをどんどん発信していきます。ぜひ僕からの情報を受け取って、少しずつでもあなたの中に恋愛テクニックを積み重ねていってください。それでは今日の動画の内容を簡潔に振り返って終わりにします。自分の正面にいる相手が信頼していて、かつ好意を持っていて、身を委ねている、心理状態の時に言いたいことがあって言えない、そんな状態になると人はこういった格好をするようになる。この脈あり行動に着目するために、相手の行動に目を向けることが脈ありを作る上で大事で、この動画以外にも過去動画でこれとか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 、こんな感じでいろんな脈あり行動、いろんな脈ありサイン、両思いサインの動画を出してるので、ぜひ興味持ったもの一つでもいいのでチェックしてみてください。概要欄に4つとも全部載せておきます。あと近いうちに好きな人にアプローチするのがもう限界の人向けの、好きな人を忘れるための心理テクニックの動画も出すので、興味がある人は見逃さないようにチャンネル登録もしといてもらえるといいと思います。それではまた次の動画で会いましょう。